池田斗夫、池田斗夫、池田斗司夫、1923年8月7日から1974年11月14日は、日本のエンジニアで、日本のコンピュータ開発のパイオニア、1970年から、富士通役員を務め、死後に専務を送られた。聖護位、君さん等。日本の汎用機黄金機を築いた業績から、没後に、富士通の池田斗夫、 NEC の水野幸夫と双壁として例えられることも多い。日本のコンピュータ産業の父である。1923年8月7日、東京の東両国にある役首相の長男として生まれた。小学校の頃から算数に引いてており、成績は上位だった。近くにあった国技館に通い、相撲も得意としていた。1936年に池田が 東京市立第一中学、後の東京都立九段高等学校に入学すると背が高かったためバスケットボール部に勧誘された。中学5年の1940年の全国大会では全試合ダブルスコアで優勝した。学業では数学の才能を認められ特別な指導を受けた。1941年バスケット部のオビから誘われて旧西浦和高等学校 後の埼玉大学を受験し、進学した。12月には、太平洋戦争が始まったが、1942年の全国大会は実施され、浦和高校が優勝した。翌年以降は中止され、バスケット部は廃止された。1943年に大学を受験し、東京工業大学電気工学科に入学した。1946年に、 富士通新規製造株式会社、1967年に富士通と改名に入社した池田敏夫が入社してすぐの1947年の秋、富士通では電話機のダイヤルの作動にトラブルが起きる問題が発生したプロエクト X の国産コンピューターゼロからの大逆転では通話に雑音が入るというような感じで表現されているが、 ダイヤルの問題ということから考えて、ダイヤルのパルスにノイズが乗り、ダイヤルミスが起きるというトラブルと思われる。一時は、新中軍が工場の作業停止を命じてくるなどの事態となったが、社を挙げての努力により製造再開、さらに材料や設計を見直して新しい4号電話機の量産化に成功した。この問題について、池田は約1年をかけて力学の基本である。 運動方程式を立てるところか始まる徹底した解析を行い、結果を論文にまとめた。どっちラインの影響により、低新商からの受注が大きく減少したため、会社は人員整理を行った。一方で政府からの発注に依存しない経営を説いた、取締役の高麗義光。後の1970年から1974年に、社長と、尾身搬送、後に、 富士通研究所初代社長、課長の小林大輔、後の1976年から1981年に、社長が新市場であるエレクトロニクスへの事業展開を役員会で認めさせた。池田は小林の下で山本拓馬、後の1981年から1990年に、社長、山口嗣ぐと共に、東証向けの株式、 取引高生産用計算機の開発を行い、約9ヶ月で試作を完成させた。当初はユニバークの計算機を採用したが、この試作機は続いて開発されたファコム100につながった。以下はダイジェストであり、ファコムの開発に関しては、そちらの記事を参照のこと1953年5月に開発を開始した汎用コンピュータのプロトタイプである。 ファコム100は1954年10月に完成した。真空管よりも計算速度が遅い代わりに安定した素子である、リレー回路を用いており大学、研究所の計算の代行を行った。池田は1956年に商用化版のファコム128を完成させ、文部省をはじめ30台以上を売り上げた。その後、日本で開発された素子パラメトロンを用いた、 ファコム200などの開発を行った。しかし、次世代の素子として、業界主義の IBM はトランジスタによるコンピュータ開発へ転換しており、遅れを認識した池田は小林を説得して、トランジスタによるコンピュータの開発を進めるよう、進言した。コンピュータの事業は赤字であったが、小林は、社長の和田康介を説得して、体制を整え、新たにコンピュータのための部が作られた。 1959年、社長に就任した岡田勘次郎はコンピュータに対する関心が高く、池田をはじめとした若手エンジニアが専門知識の講義を行った。池田は1961年にトランジスタを用いた大型コンピュータであるファコム 222A を完成させ、製造業や大学などに採用された。1962年に岡田は、 コンピュータ事業に注力することを宣言し、ハード開発、ソフト開発に人員を割り当てた。情報処理学会コンピュータ博物館には、1968年3月に、完成とあるに、池田は IC を用いた、ファコム二百三十から六十を完成させた。世界初の 2CPU を実現した、ファコム二百三十から六十は百三十台以上を出荷し、1970年に、 富士通は日本のコンピュータメーカーでシェア1位となった。1969年に尾身の人脈によって池田は IBM のコンピュータ設計者であるジーン・アムダールとアメリカで会談した。アムダールは次期開発で前例のないマシンを搭載する方針について IBM 上層部と対が生じており、最終的にアムダールは独立してアムダール社を立ち上げた。 池田は1970年に47歳で富士通の役員になり、それまでの独自企画のコンピュータから IBM 互換係転換を行った。社内でも賛否が分かれたが、日本のコンピュータ貿易が自由化される見通しとなり、IBM への対抗策として決定された。さらに通産省の平松盛彦の指導の下で、いわゆる三大コンピュータグループの編成が行われ、富士通は、 日立と業務提携し、IBM を感機、M シリーズの開発を行った、この辺の経緯は、田原総一郎人間発掘スペシャル、アメリカにか、男。日本コンピューター界の隠れた巨人激動の生涯で詳しく紹介されている。平松自身の証言も収録されている。1972年、富士通はアムダール社に出資を行い資本に参加した。当初は、 経営には関与せずに資金と技術ライセンスで協力する予定だったが開発が遅れて資金不足になると富士通は計画の見直しを急したアムダール社は経営介入に反発したが1974年4月には池田がアムダール社の役員となり日米を往復して問題の対処を行った7月には経営コンサルタントの友人ホワイトがアムダール社の社長になり 製造は富士通に委託され、10月頃には完成の見込みがついた。11月10日、池田はカナダの提携先の社長を羽田空港で出迎えている際に、雲幕下出血で倒れ、その後は意識不明のまま14日に51歳で亡くなった。富士通の i b m 互換機、ファコム M-190 は1週間後に発表され、5年間で500台以上を売り上げた。 島妹機の位置づけになるアムダールのアムダール 470V6 も1981年までに累計で600台を出荷した。柔道は2段、バスケットボールはセンターとして中学と高校で全国大会優勝を経験した。富士通へ入社した後に池田はバスケットボール部を創設し、1948年の国体で3位入賞するなど活躍した。 この際、池田は一試合で、個人最高得点となる65点を記録し、全日本最優秀センター賞を受賞。この記録は未だに破られていないという。高校時代に始めた以後では五段になり、プロ棋士の五制限やその弟子の林美穂と交流した。以後においては、日本式のルールについて、論理的な問題点があることを指摘し、合理的なルールの試案を暗出。 発表したことが特筆される。これは、宮本直樹の協力を受けて、囲碁新調2968年から1969年にかけて掲載され、この功績で6段、死後に7段を送られている。池田は何かアイデアを考え始めると、職場、自宅のほか同僚の家でもひたすら考え続けたという。ついには出社することさえ忘れ。 夕方になって、突然会社にやってきて、今度は、会社から帰らずに数日考え続けたというエピソードもある。数日出社しないことはザラであり、日給制が普通だった当時、これでは池田の給料が支払えないと困った、会社側が池田を支持する同僚の訴えを聞き入れて、彼だけ月給制にしたという話まで残っている。池田が在籍していた当時の富士通には、 こうした気候を受け入れる社風が存在し、池田の天才的能力を活かせるだけのメンバーが揃っていた。東京目黒区、大岡山のとんカツや、辺りや焼き草、ミュースカをプロジェクトルームとしそこに部下を集め、開発を進めたことや、熱海市の保養所泊り込みでの研究開発時に温泉三昧をしていたこと、玉川の河原で模型飛行機を飛ばして、 近所の子供たちの人気者だったエピソードも知られている。アムダール社との提携において、非常に個性の強いアムダールとの調整は、困難を極め、業務上のストレスに加え、頻繁な米国出張による航空機での往復は、肉体的に大きな負担となった。ついに池田は羽田空港で、カナダの提携先の社長を出迎えた時に突然倒れ、 そのまま雲膜下出血のため51歳で急死した。車窓において、経団連記者クラブの記者代表が弔辞を送ったが、天馬空を行くがごとき活躍、と二度繰り返した後は歓喜はまり、それ以上言葉を続けられなかったという。またアムダールは、葬儀の席で、池田の妻に、アムダール社の株の一部を譲渡している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。